第96回選抜高校野球大会第2日第1試合豊川阿南光2024年3月19日甲子園第96回選抜高等学校野球大会選抜は19日大会2日目を迎え第1試合で新基準バット1号が豊川の萌衣政府に聞いた3年のバットから飛び出した 一対五の八回一死一塁、二球で簡単に追い込まれたが三球目、少し浮いたフォークを見逃さずフルスイング。ライナー性の打球が右翼ポールサイへ吸い込まれると人差し指を突き上げ、喜んだ。迫力満点の一発に聖地もどよめいた。両親がロシア出身だが、モイセーフは日本生まれで小学一年から野球を始めた。 母国では野球に馴染みのなかった両親がルールから勉強して支えてくれた。身長1メートル80。高校入学時は体重66キロと細かった体も今では80キロ台まで大きくなった。ベンチプレスで120キロを上げるパワーが武器で、東海大会は打率625をマーク。 決勝では愛工大名電が外野4人体制を敷いて警戒するほど鼻のある長距離砲が聖地でも持ち前の打力を発揮した。低反発の金属製バットに完全移行して迎えた今大会。大会1日目の前日18日の3試合では本塁打が生まれず、この一発が大会第1号新基準バット1号となった。 新基準バットは従来のバットより約10メートル飛ばなくなると言われる。最大直径がこれまでの67ミリ未満から64ミリ未満と3ミリ細く、打球部の素材がこれまでの3ミリから4ミリ以上と厚くなる。日本高野連の実験数値では平均打球速度が6、3キロ低下するとされ、飛距離では10メートルほど減るとの見方もある。 導入の最大目的は主に投手の自己防止。19年夏の甲子園で、打球が岡山学芸館の投手の顔面に直撃して頬骨を骨折するなど、近年の打撃技術の向上とともに守備側の怪我への懸念は増していた。73年に登場し甲子園大会では74年から使用が認められた金属バット。 一年に重さ 900g 以上、最大計67ミ、mm、リ未満の基準が設定されたが、今回の低反発化は導入以降最大の変革となる。大会第一日の試合後には八戸学院構成、洗い台が詰まった時は本当に飛ばないなって。でも、芯を食ったら、あんまり変わらないのかなと思います。と語れば、 延長11回に決勝打を放った萩原は、自分は特に、ちょっと違うなということはなかった。他の人を見ていると全然飛んでいないなと思います。と素直な感想を口にした。